なです。今回は今年の目標を書き留めしたいと思います。ティアラチャンネル。緊張する。よし、まずじゃあ書きたいと思います。ちっちゃくなるかもしれんけど、じゃーん、リナは笑うと書きました。意味は、まあ笑うもあるけど笑顔、いつでも笑顔がいいかなと思って書きました。以上です。